でこの公開鍵暗号はですねもうちょっと時間ないんでさらさらっとやりますねはいさっきのですねと何が違うかというと、えー、暗号化するときの鍵とですね、えー、その箱を閉める鍵と開ける鍵が別なんですねでこう閉める方の鍵を、えー、公開鍵開ける方の鍵を秘密鍵でこうペアにしますでこの人はですね作ったらこの 閉めるる方の鍵をでですすねねみんんなに配るんです、ね、私宛ての暗号通信はこの鍵で閉めてくださいねこの鍵は閉める方の専用なのでこの鍵で閉めたデータはですねこの途中の攻撃者は見えるんだけども中身はわからないでこの箱を開けられるのはですねこのペアになっている秘密鍵を持っている受信者だけということになります。 で、えー、このですね暗号っと秘密鍵のペアっていうとこがみそうで、えー、結局ですね元のデータをこの公開鍵で暗号化してそれをまたこう秘密鍵で複合するわけですから皆さん数学でご存知の通りですね公開鍵鍵と秘密鍵は逆関関数の関係にありますしたがってですねもしですね公開鍵この閉める鍵からこの開ける鍵がですね 分かってしまったらこの原理成り立たないんですね。で、この閉める方の計算は簡単なんだけど逆関数を計算するのがとっても難しい。そんな関数はありますかっていうのが、まあ、この公開鍵暗号のトリックでそれをうまくやってるのがですね、えー、具体的に R S A 暗号っていうのはですね、非常に大きな2つの素数の掛け算を計算する。はい。で、その掛け算を計算するのは簡単なんですが素因数分解するっていうのは。 難しいんですね、はいえーとまあ。数字の桁数に対して指数関数的な時間がかかるとこれが RSA 暗号という、まあ、一番よく使われている暗号ですもう一つですねエルガマル暗号というです、ねまあ、有限体上の離散対数問題こういうものを使うのもありますで問題はですねそのこういう方法はですね結局だからえー 計算を時間をかければです、ね、解けてしまうということで,です、ね、あくまで,です、ね、計算量理論的な安全性と呼ばれているものです、まあ、あの今お話ししたこの公開会議案号をです、ね、使ってです、ねまあ、例えばインターネットじゃんけんをするとかです、ねえー、秘密分散といって,言ってです、ねまあ、データをこう分けておいて、えー、どこのデータが漏れても大丈夫どっかがなくなっても大丈夫例えばこの5分割してですね そのうち3つ集めれば元のデータだけ付ける2つは復元できないというようなことを実用減することもできますまあ、そうですねちょっと時間がないので今日はここまでにしたいと思います来週は、A. 上田先生ですけども何か質問ありますか